皆さん、こんにちは。カルト2020です。えー、ということで、細井さん、今日もですね、私とですね、細井さんで、えー、イタリアサッカーの魅力をお伝えしていこうというふうに思っております。えー、今日細井さんはね、遠くにいるようで、近くにいる感じでお届けできればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。もう全然もうこれは違和感ないですね、ついに。テクノロジーが本当にこう、時と場所を超える瞬間を今味わってますね。なるほど。 <laughs> まあ多分見てる方にとってはちょっと細江さんが大きめに映ってる可能性ありますけども。そっか、やっぱりテクノロジーではあ、そうだ、伊藤さん。はい。あのー、北川さん会の時に、あのー、サウナの話したじゃないですか。はい。サブチャンネルでも、あのーはい、流れてましたね。ね、あのー、トーク始まる前の,あの準備段階の話、うん、雑談がアップされてましたけど、うん、あれからサウナに、 えー、3回行きました。<laughs> 3回 <laughs> すごい行動力じゃないですかそうですね。なんかたまたま、うん、えっと、奥さんの誕生日がこの間あって、で、奥さんあの会社を休んで、僕も1日空けて、あの、まあ、デートをしたんですよ。うん、で、その最後に時間が余って、あの、どうするかって話になった時に、 サウナに行くかって奥さんが言い始めて <laughs> <ー>。で、行ってみたら、これが気持ちいいのなんの伊藤さん。<laughs> <laughs> そっち側の人になった <laughs> <laughs> そっち側の人になっちゃった細江さんも。<laughs> 北川さんにみたいになりたくて、はい、最初に行ったところはちょっとその、なんて言うんでしょう。えー、ちょっとお高めのスパみたいなところに行ったんですけど、さすがに火曜には高すぎたんで、 あの、近所の,の、こ千円かかなくて入れるところに行ったんですよね。それが、なおよくて。うもう本当に、これは、あの、ありがとうって感じです、北川さんに。<laughs> これはまあ、ない、よくある話なんですけど。はい。細井さんはあれですか、ご自宅から近くに通うそのところがあったとこですかあいっぱいあって、なんか。結構。 まあ横浜の、その、何て言うんだろうな。横浜って、あの、新しいものと古いものが結構ご邪魔ぜに入ってる街だから、その古い銭湯いっぱいあるんですよ。うん。で、その古い銭湯でこう頑張ってるところはちゃんとこうサウナを導入していて、で、そういうのが、ま、あの、近所に結構点々とあったんで、これは、週一ペースでは行きそうですね、もう早くもう。 僕は調べてないだけかもしれないですけど、僕の家の近所にはなくて、おそらく。本当に吉祥寺に行けばあるんですけど。ああ、そっかそっか。本当になんだ、フラット歩いて5分10分圏内にはなくて。うん。これってやっぱジムと一緒かなと思ってるんですよ。なるほど。通える圏内にやっぱないと、通わないかなと思ってて。う,ね、うん。そこかなぁ。 そうですね。幸い、うち、あのー、子供の保育園の近くにあって、それが。ちょっと待ってる間とかにそう。あの、迎えに行く、ちょ、ちょっと早めに出て、パッと入って、パッとお迎えに行くみたいな。でも、うん、保育園にお迎えに行った時の俺は整ってるみたいな、そういう感じ。<laughs> もう整ってる感じを分かるようになっちゃったんですかわ、はい、かる、分かるようになりました。早いな。うん。なんか、ぼーんってこうね、膜ができるんですよね、体に。お<ー>うん。あの、この、まあ、 100, 100度ぐらいの,そのサウナとその、16度ぐらいの,この水風呂を、まあ、いわゆる抗体浴すると、もう体がこう、スーツを着たような感じになって、うん、これがボワンとなるんですね。<laughs> <laughs> ボワンと整う。すっかりじゃ細井さんも、そちらの側の人間になったってことですね。なりました。待ってます、だから伊藤さんのことも。 ま、そうですね。僕も一回はどっかで行ってみないとなと思うんですよ。うん、あの、経験せずに否定とか、うん、あの、ないわっていうのはないと思ってるんですね。はい,はいはいはい。やってからこその感想を言わなければいけないなと思ってるんで、はい。食わず嫌いではなく、うん、どっかのタイミングで行ってみようかなと思います。うん。これはもう間違いないですね。伊藤さんなんてもうハマることが100%パー。そう。<laughs> 俺ハマらないと思ってるんだよな今のところは。<laughs> 俺はね、なんだろうな。まあい、いや、言ってみてください。<laughs> <laughs> ということで、今日ね、あのー、はい、かなり直前なんですけども、はい、今日配信されるのが木曜日。うん、10月10日、昔の体,、はい、体育の日の木曜日で、はいえー、明朝、日本時間の10月11日の早朝。うん、あれですね、サウジアラビア対日本の ちょうど真裏かな同時、同時刻くらいの試合ですね。にそ,そ,そうですね。えー、イタリア対ベル、えー、ベルギーの試合が行われると、ネーションズリーグが行われるということで、えー、イタリア代表の話をしていこうじゃないかというような回になっております。はい、えー、今回、イタリア代表、まあ、スパレッティ監督になってから16試合目。 を迎えるんですけども、これまでどうですかラージメンバーを呼んでる印象があったんですけども、今回23人しか呼んでないですね。そうですね。結構なんかスパレッティは、あの、まあ、まあ、9月のその代表いいからそうですけど、自分色にこう染めていく意志がかなり強いと見られるのと、うん まあ今回に関してはその若手を何人か召集して、それをこう少し一歩進めるみたいな感覚があると思うんで、自分の中では結構はっきりとしたイメージが持っててるんでしょうね。このなんか9月、10月、11月みたいなあれの中で。そこはメンバー選考にも見て取れたんで、もうなるほどなと思いました。マンチーニさんはね、割とラージサイズ読んでましたけども、まあスパレッティは割とっていうなんか狙ったところって感じの印象がありますよね。で、ネーションズリーグ、前回の 一ヶ月前ぐらいの放送の時にもお伝えしましたけども、フランス、イスラエルとネーションズリーグ、グループリーグ、連勝をスタートしまして、イタリア代表がまさかの。まさかの。まさかの。<laughs> で、まあ、2位、はい、以上は準々決勝に進めるってことで、割とその、余裕を持てると、うん。いうような感じですね。うん、まあ、ネーションズリーグ、まあ、そこまでしゃがり気になんなくてもみたいなところも正直あるので、はい。えー、テストもしながら、えー、 か、ワールドカップに向けて積み上げていくというようなこところも踏まえているのかなという気がします。うん、改めて23人のメンバーを紹介していきましょう。ゴールキーパー、えー、ユベントスにこの夏に加入したミケーレ・ディ・グレゴリオ、えー、そしてジャンル・イジド・ナルマ、キャプテンですね。えー、そしてトッテナムにいるギジェルモ・ビカーリオと。 で、ディフェンス陣、インテル・バストーニ、アタランタ・ベッラ・ノーバナポリ・ボンジョールの、アーセナルのカーラ・フィオリ、そしてユベントスのカンビアーゾ、えー、ナポリ・ディ・ロレンゾインテル・ディ・マルコ、そして初招集のマッテオ・ガッビアがミランから、ミランから唯一の選出ですね。そして、カレブ・オコリと。オコリは今、ごめんなさい、全然忘れてましたけど、レスターにいるんですね。そうなんですよね。えー、そして、ドッテナムのウドジェ。 中盤で言うと、ユベントスのファジョーリ、インテル、フラッテージ、ローマ、ペンレグリーニ、そして初招集、ローマからピジンリ、そしてトリノのリッチ、ニューカッスルのトナーリと。フォワードは、当初、フィオレンティーナからケーンが呼ばれてたんですけども、ケーンが背中、まあ、腰の痛みがあるということで、ロレンツォ・ルッカが招集されてました。3月の招集以来の2度目の招集かな、ということになりますね。 そして、初招集、モンツァのダニエダニエル・マルディーニ、ナポリのジャコモ・ラスパドーリ、えー、そして、レテギーと、アタランタのレテギーという23人でした。えー、細江さん的にこの23人の感想、ま、のメンバー選考からどういったことを読み取りましたかいや、あのー、9月の2試合で、そのーはい、かなり、ま、結果とともに内容的な土台も、ま、見えてきたのと、 まあ、スパレッティさんもメンバー発表の会見で言ってましたけど、かなりその選手たちが、このイタリア代表チームに対するモチベーションが高いことが見て取れるっていうのは、あの、9月の2試合でよくは分かったし、まあ、フランス戦なんて本当に、何て言うんだろう、サッカーの内容の部分でも圧倒してた中での勝利だったんで、この土台となるとこはもうすでに、まあ、これも、あのー、全体制からの引き,引き続き継続ではあるんですけど、 そこにこうどういう新しい刺激を加えていったらいいかをこう探っていってる感じ。だから、まあ、現段階で早いのかもしれないですけど、まあまあ、7割8割の土台は結構見えてるんでしょうね。そんな感じがしますよね。うん。もう来年ワールドカップ開催してほしいですね。そうなんですよ、そうなんですよ。そうなんですよね。ちょっと2年後っていうのがちょっとね、<laughs> 遅すぎますよね。そうそう。だからそれがちょっと、あの、もったいないっていうか、 まあこれ毎回そういうことを言ってるような気がするんであれですけど、ただ今やったら結構ベスト4ぐらい。毎回言ってるわ。<laughs> はいはい言ってますね、これね。毎回だからその大会にピークを持ってくるっていうのがまあ難しさで面白みであるんですよね。だからアップセットが起きたりするっていうのがね、ワールドカップの面白さですけども。そ意味では、はい これ4年後だったら絶望的です。今の段階で4年後にありますって言われたら絶望的だけど、まあ予選戦いながら、そのネーションズリーグも戦いながらの2年後であること、まあ1年半後ってことを考えれば、あの、悪くない。なるほど。うん。で、えー、怪我人などもあるんですけども、外れたメンバーも軽く紹介していきます。はい。ゴールキーパーで言うと、ナポリのメレト、ラッツィオプロベデル、うん、そしてアタランタのカルネセッキと。うん、で、まあアタランタが今シーズン失点が多いんでね、どうしてもカルネセッキに、ね、 あの、責任が全てがあるわけじゃないんですけれども、どうしても印象的にはあまり良くないところがあるかなという気がしますね。うんうん、えー、そしてディフェンス陣でいうと、フェデリコ・ガッティ。ね、うん、今のシーズンイベントス、まあ、ブレーメルも長期離脱決まって、イベントスのセンターバックの柱にならなければいけない、はい、ガッティが1000回。え、そしてインテルのダルミアン。ね、右も左も3バックにも対応できるダルミアンが外れてると、まあ。そうか。そしてローマのマンチーニ。そしてインテルのアチェルビ。 まあどうしてもダルミアン34歳、アチエルビ36歳ってなってくるとね、2年後とか見据えているところもあるかなという気がしますね。うん、はい。まあ長期離脱のスカルビーニもえー外れてたりとかですね。えー、あとはラファエル・トロイ、まあしばらく言われてないかな。うん。あとはマルコ・ブレッシャニーニ。こちら確か怪我ですね。うん。えそしてニコロ・バレンラ、ジョルジーニョ、クリスタンテ、マヌエル・ロカテッリが外れてますね。うん。 え前線で言うと、まあ、ザッカーニ、ラッツのザッカーニ、この前もね、ゴール決めてましたけども、外れてたりとか、キエーザ、エルシャーラウィ、スカマッカは長期リーダース中ですね。そして、オールソリーニ、ザニオーロ、ポリターのあたりが外れてるといったメンバーですかね。うん、ここら辺なん、今言った中でも結構ですし、初夏のメンバーでもそうですけども、まあ、細井さんが注目してる若手も含めて、ど、うん、なんで外れちゃったんだろうみたいな疑問の思う選手とかっていますか いや、まずゴールキーパーはもうレベルが高すぎるんで、誰が入っても正直、うん、あの、いいなと思うし、えー、今回のメンバーの,あの違和感は全然ないんですけど、その最終ラインに関しては、伊藤さん言った通り、やっぱり2年後を見せた時のアチェルビダルミアンに関しては、もしかしたら、このあたりで流れを変えていくと考えている可能性はあるかもしれないなと思いました。ただまあ、 そういう意味では、ある程度能力は分かってるし、何ができるかも分かってるんで、まあ、頼れるところは頼るっていうところはすると思うんですけど、スパレティの場合は。あの、だからまあ、あえて今、こう、若手を知りたい、あの、試したい段階での、今呼ぶ必要ないなっていう外れ方だと思うんですよね。そうですね。中、中盤はやっぱり、ロカテリに対する見方は未だによく分かんないなっていうところと、まあ、マンチン体制からですよね。 そうですね。うん、で、あとザ、あの、ザニオロに関しては多分、そのスパレッティム記者会見でて言なんか触れてましたけど、あの、見てると思うんで、ザニオロは多分構想の中にあるんだと思うんですよね。まだね、怪我から復帰したばっかなんでね、トップではないっていう判断だと思いますけどね。うん、そ,そうですねで。あとはもう怪我人とあれなんで、 えー、その調子のいい選手を、まあ、7割、7割固ま、頭の中で固まってる中で、残り3割をこう入れ替えながらやっていくという意味では、まあ、あの、今回のメンバーという意味ではそ、あの、面白いなと思いました。はい、細井さんがおっしゃっていただきましたけども、ね、今回30オーバーの選手が、うんえー、ナポリのディロレンツのみなんですね。うん、基本的にほん23、24、25あたりのメンバーが怖そうになってまして、 非常に若返りが図れてる、えー、メンバーかなという気がします。キャプテンはね、25歳のジャンルイジ・ドンナルンマ。うん、えー、まだ25か。今夜のベルギー戦に出場することになれば、キャプテンとして20試合目の、うん、キャプテンマークを前いて20試合目の出場になるという,うななるほど。ね、何回もこの番組に触れてますけど、ドンナルンマ25歳。現在68キャップなんですけども、ワールドカップ0回。<laughs> <laughs> どうなってんだよ。ねこのネーションズリーグでささっとワールドカップ出場を決めたいところではありますよね。うんうん、でもこういう選手ってなんかそういうワールドカップになんか運がないみたいなことがありそうでなんか、出場権得たけど怪我みたいなこととかありそうでなんか怖いんだよなって勝手に思ったりとか <laughs> しちゃうんですけど。確かに。はい、えー、いうような構成になっております。で、まあ新加入は今回、新加入ですね。新加入って言っていいんですね。初招集が今回4人いたと。 はいで。各ポジションに一人ずつですかそうか。ゴールキーパー、えー、ミケーレ・ディ・グレゴリオ。まあ、もともと、えー、インテルの下部組織出身で、まあ、昨シーズン、モンツァで正ゴールキーパーを務めて、この夏、イベントスに加入して、まあ、ペリーにと交代交代に出てるという感じですけれども、るという感じですけれども、5年前まではセリエチーかなサン部かなんかでプレッシャーしてね。選手が、5年後には代表にまで呼ばれるようになったと。そして、センターバックはマッテオ・ガッビア。 24かな ?25 かな ?24 ですね。10日後に25歳になるガッピアが呼ばれたと。初招集。意外ですね、ガッピア、うんえー。まあ、ミラノダービーでもゴール決めましたけども。うん、そして中盤ではローマの二十歳、ピジンリが呼ばれたと。きましたね。これは注目ですね。で,で、フォワードは、えー、ダニエル・マルディーニが呼ばれたということで。そさ、うん、えー、細ざっくりこの4人、セリアで、まあ、 活躍してるから当然呼ばれたんですけども、この4人の、まあ、選出、または選手の特徴みたいなのを教えていただきたいんですけど。あの、まあディグレ、d g r e g o はもうここ1、2年、そのセリアのナンバーワンキーパーっていう人も全然いっぱいいたぐらい,、まあ、ういう昨シーズンの、 リーグ最優秀ゴールキーパーですよね。そうですよね。だから、まあ、全くその、選ばれること自体には何の違和感もないし、改めてその、本当、ゴールキーパーはマジでめちゃくちゃいるなと思うんですけど、だからまあ、あの、そうは言っても、結局その、ドンナルンマはね、その9月のあの2試合でもそうでしたけど、やっぱこう、まあ、ユーロもそうだったけど、やっぱドンナルンマすげえなって、またこう、再評価されてる今状況だと思うんで、まあ、ここの壁を破るのって、ビカーリオでさえも なかなか難しいから、まあ、どういう競争させるのかなっていうのは、まあ、難しいところですけど、でもまあ、まあ、入れることはね、非常に、あの、みんな嬉しいと思うんで、そこは、あの、どういう、まあ、出場機会があれば、あの、楽しみだなと思うところです。で、ガッピアは、まあの、ミラノダービーで、結果残したところで、こう、一気にこう、なんか、脚光を浴びる、ましたけど、昨シーズンも、戻ってきて、その、チームを救う、 時期があったり、あの、まあ、これもスパレッティが会見で話してますけど、ガッピーはやっぱりその、統率力、そのコミュニケーション取って、ラインをコンパクトに保って、その自分が中心となって、その最終美を構成するの能力が非常に高いっていうことは、すごくそれは超納得。で、あの、ミランは新戦力が、あの、パブロビッチが入ってきた中で、結構その最終ラインの、 まあ、これ最終ラインだけの問題じゃ、もちろん全然ないんですけど、あの、守備の構築にこう苦しんでいる中で、でもガッピアが入ったらそこのところがガッと一回安定したのは、やっぱりそういう能力の高さだと思うんですよね。まあ、あのー、見るべきところを見て呼ばれたんだと思うし、あの、これも楽しみだと思うし、センターバックは、あの、いるんだけど、定めきれてないじゃないですか、結局。ミランの方ですか<の>それともイタリア代表。イタリア代表の方ですか、はい、うん。 まだまだここから競争あると思うんで、そういう意味では、そこにどうやって入ってくるのがすごく楽しみな選手。まあ、キャラクターとしても、ちょっと他の選手とも違うのかなという気はします。個でどうこうっていうよりは、グループで守る、そこのグループで守らせるのがうまい選手うん。っていう感じかな。うん、で、えー、っと、誰でしたっけ p ンリは、これはあのー、ここで選ばれるのはすごいな、いのいなこの段階でね。うん。 思いましたけど、でも、ローマで、今シーズンのその、出た時のそのインパクトとか、まあ、あの、これも、えっと、デロッシが推薦してるとか、まあ、昔から評価してるとか、モーリーニョはずっとこう、ゃんと使ってるとか、ね、うん。入れてましたね。そ,そ,うそうそう。で、やっぱパフォーマンス見ると、この人、本当にどっち聞きかわかんないぐらい両方蹴れるし、 カンビアーゾみたいな感覚。まあ、間で受けて、そっからのこう、ビジョンもすごいはっきり持ってるんで、ばくのがうまいし、縦につける能力がすごく高い。で、相手を引っ張り出すようなポジショニングから、一気にこう、攻撃のスイッチを入れるような、ボールの配り方ができるんで、まちょ、万能、万能ですね、まさに。うん。で、これも多分、サイドに入っても真ん中に入っても、どこでもできちゃうタイプだと思うんで、まあ、カンビアーゾ系っていう、言うとあれですけど、本当に今、今の時代の、 えー、何でもできる中盤の選手っていう感じはすごく、すごく楽しみです、この選手。うん、で、マルディーニは、あの、結果確かに残してるし、あの、これがだから、ここ1人ね、あのミランで最初デビューした頃なんて、本当に、え、線細いし大丈夫かしら、この人は。<laughs> まあ、いくらマルディーニ、まあ、サラブレッドだとしても、これはやっぱり三代目ともなると、ちょっと、物足りないかなって、思ってたんですけど、まあ、ここ1年でやっぱグッと伸びたし、 えー、チャンスめ、まあ、フィジカル能力の高さと、そのボックスの中に入ってからの、なんて言うんだろな、決定力という意味ではまだまだなんだけど、それはどんどん上がってきそうなタイプのアタッカー。ここはなんかゴールに絡む能力がすごく高いんで、マ、まあ、ルディーニも今入るのはすごく、周りに対する刺激とか、あの、トピックとしてもすごく面白いから、オスパレッティやるなと思いました。そうですよね。うん まあ各ポジションに一人ずつ、なんでしょう。刷新するのではなくて、新しい選手をうまく試しながら、うん、そしてまあ代表に呼ばれるという誇りとか刺激を与えながら呼ぶというところがなかなか憎いね、スパレッティと思いながらね。マジでそうですね。思いましたけどね、うん。まあマッティア・ガピアに関しては、まあセンターバックでのプレーが印象的ですけども、中盤でもプレーできる選手ということで、まあ当然ミランのレジェンドマルディーニ。 とかですね、デロッシ中盤でのデロッシが好きだったみたいなことを話してたりとか、ピジンリもね、あの、呼ばれた時は、まさか自分が呼ばれるとは、と。で、まあ、呼ばれても21かなと思ったら、うん、トップ代表で驚いたみたいなことを話してましたけども、うん、お父さんが元テニス選手で、フランチェスコ・ピジンリという選手だったんですよね。でね、モーリーニョ時代からトップチーム、18歳ぐらいの時からもメンバー入ってて、はい、そしてまあ、1試合ぐらいしかセリアで出てなかったんですけども、常にトップの練習に合流していて、 えー、今シーズン、デロッシーユリッチになってからも出場していて、ね、デロッシュがまあスパレッティに推薦したみたいな話がありますけども、うん、結構その得点能力も高くて、あのチームの紅白戦とかでは結構得点も決めてるというような情報がありますね。うんうん、そしてダニエル・マルディーニといいますと、まあ言わずもがなですけども、3世代連続で呼ばれる、ね、呼ばれてるということで、うん、お父さん、パオロ・マルディーニがアッズーリ最後に出場したのが、 2002年6月18日なんですよ。いや、なんか僕、<え>これ、つまり日韓ワールドカップなんですよね。えっていうか、それ、早い、えあの時何歳でしたっけいや、そうなんですよ。えもっといた気がしますけどね。これ僕のデータが間違ってるかもしれないですけど、僕が読んだ記事では、うん、父、パオロの最後の出場から、えー、21年半ぶりそうなんだ。で、おじいちゃん、祖父、チェーザレから61年ぶりの代表。 数えると61年ぶりになるってことで、ね、だってさ、だってう,う,ちうちのじいちゃんとうちの親父と俺が日本代表になるってことでしょうやばすぎでしょそれ。<laughs> <laughs> そうそう、そうなんですよ。<laughs> やばすぎですよね <laughs> で。で、ま、も、あ、マルディーニのプレイスタイルってどういうスタイルかなみたいなところあるんですけども、まあ、結構影響を与えたのはミランのレジェンドかか。うん。 それも感銘を受けてるのはディバラみたいなことを言っていて、はいはい、なんかそう言われると、フリーキックの蹴り方とかディバラにちょっと似てるな、みたいなのが思ったりとか、するところも出てきて、なる,うん、なるほどなっていうふうに見方が変わってきたんですけども、まあ、この4人がね、この公式戦という場の場で、ベルギー、まあ、イスラエル、今回ローマ、ウディネで行われるんですけども、どういうふうに起用されるかっていうのは、ちょっと、まあ、 出番がないかもしれないですけども、ちょっと楽しみですよね。出てきたんすね。そうですね。そして改めてですけども、えー、ネーションズリーグ、イタリアはグループ二に入っておりまして、グループ2に入っておりまして、10月10日木曜日、現地20時45分キックオフ、日本時間27時45分キックオフで、ローマのオリンピコで行われます。 うんえー、対戦相手はベルギー、ドメニコ・テデスコ監督ですね。イタリア人監督ですね。はい、まあ、ほとんどドイツで育ちましたけども。うん、今回、ベルギー代表が割と主力を欠いていて、ブブライネとルカクがいないんですよね、はい。ね、ベルギー代表はちょっとなんか問題を抱えて、あの、大丈夫かっていう感じなんで、チャンスですね。今、過渡期でありますよね、ベルギーも。一番すごい、勝っていた<う>強かった時期に比べると、 ちょっとね、あの、国際大会でも出場、えー、結果が残せなかったりとかいう中で、うん、メンバーも変わってきてますんで,ね,ですね。うん。だからあの、北京オリンピックの3位になったベルギー代表、U23 ベルギー代表のあの黄金世代から、うまくその、今のデブライネ・ルカクの時代にこう、うまく、うまくというか頑張ってスライドしてきたけど、その後がやっぱすごい難しいなっていう状況にもベルギー代表ってあると思うんで、うん まあ、ちょっとその、デブライネが、あの、厳しいことを言ったりしてるのも含めて、あの、大変ですね。過渡期ですね、完全にね。そうですよね、うんえー。イタリア代表から見て、ベルギー戦は16勝4分け4敗というようなことになってます。今日、まあ、オリンピコということで、大きな箱ではありますので、うんえー、地元の約3000人の少年少女たちを招待しているというような情報です。 えー、そして少し先になりますけども、10月14日月曜日、日本時間の火曜日早朝になりますかね。うんえー、こちら、フリウリ、ウディネのフリウリで行われるのが、イタリア対イスラエルと、えー。イタリアはイスラエルに対して5勝1分け無敗と。さらに、フリウリで行ったイタリア代表戦は7勝2分けということで、まあ、非常に相性がいい会場、うん、そして相性がいい相手ということになっております。まあ、この2試合の結果次第では、うん、早々に、 準々決勝、2位以内確定させる可能性があるということで。はい。そうするとワールドカップ出場決まるってことなんですかねうん、ですかね。<laughs> 違った。決まんなかった。っプレイオフに来る,るだけなんだね。なるほどね。いや、これね、あの、我々イタリア代表が、我々イタリア代表が、<laughs> 早々に何かを決めるってこと自体が、非常にこう違和感を覚えるんで、うん、違和感を覚えたまま早々に決めてほしいですね何。何、何でもいいから。<laughs> えー、そしてまだ先になりますけど、11月のシリーズ、11月の14日はアウェー・ベルギーで、はい、ベルギー対イタリア、うんえー。そして最終戦、グループ最終戦が6、えー、6節目が11月17日、イタリア対フランス。こちらはミラノ、えー、ジュゼッペ・メアッツァで行われる予定になっているということになってますけども。えーま、今夜行われる、えー、ベルギー戦の予想スタメン、まあ、ちょっと分かれてるいるんですけども、大体こんなメンバーだろうと予想されているのが、3号に、 ようやくね、3バック定着してきました、おそさん。はい。待望の。えー、どんなルーマ、ゴールキーパーどんなルーマ、えー、3、はい、バック右から、ディロレンツォ、バストーニ、カーラフィオリ。えー、そして中盤が、カンビアーゾ、フラッテージ、隣、えー、リッチ。多分これ、リッチと隣逆かな。フラッテージ、うん、リッチ、隣、ディマルコ。で、ツートップが、レテギと、 誰が組むのかっていうような話になってますね。ラスパ通りなのか、はい、ペンレグリーニなのかみたいなところでちょっと分かれてるような記事を見ましたね。うん。なんかアスパレッティはなんかペンレグリーニ使うって言ったっぽいですけどね。そうですよね。うん。ベルギーの方で言うとね、セリアでもプレイしているデケテラーレが先発するんじゃないかと、デケテラーレと毒が出るんじゃないかって話ですけどね。まあちょっと、ボローニャもプレイしていた、えー、あとは手当テうん。とかですね。うん、まあ昔、もう長くなりましたけども、ティーレマンスとか、 うん、受けばけをあたりが出るんじゃないかなっていうですね。カスターニュか。カスターニ元アタランタのカスターニュも出るんじゃないかって言われてますけどね。はい、この試合はですね、ダゾーンの方で、北川さんの実況でお、えー、送りされるということになっておりますけどね。えー、保存資産的な戦前の予想的には、まあ、わからないところたくさんあると思いますけど、イタリア代表対ベルギー代表、どんな試合になると予想しますか、はい あのー、イタリア代表はボールを持つと思うんで、で、まあ、ベルギーは基本的に多分、まあ、ルカク・デブライにいなくてもカウンターになるんじゃないかと思いますけれど、だから持つ時間が、まあ、おそらく長い中で、この間のね、フランス戦みたいにそのリッチのところを中心としながら、えー、まあ、カーラフィオリがスタメンで出るんであれば、その、 リッチが引いてカーラフィオリが持ち出して、ぐるっとこうローテーション、ポジションがローテーションする左サイド。うん、でベラノバがスタメンで、あの、カンビアゾーか。まあ、右サイド、はい、出るスタメンによっては、その縦に行くのか、中で入るのかっていうのが変わってくると思うんで、まあ、その辺の、えー、メンバーによって違うところがどう現れるのか。で、伊藤さんさっき言ったところにツートップは、その、レテギと、おそらくペルグリーニだと思うんですけど、そこの組み合わせも、あの、組み合わせによってこういろんなことができるようになって、 てると思うんですけど、基本的にはその、ツートップなんだけど、意味合い的には9番と10番みたいな組み合わせにしてくると思うんで、うん、これがだから、レテギとペレグリーニ、レテギとラスパドリ、レテギと、えー、マルディーニみたいな、そういう流れをいろいろ試すと思うんですよね、この2試合で。で、プラスルッカもいるんで、まあこの組み合わせをどういうふうにこの2試合で使ってくるかすごく楽しみだし、 p g d とかファジオリとか、えー、その辺もあのどういうタイミングで使ってくるのかなっていうのをあの楽しみなのと、相変わらずその、この間の日試合で分かった通り、やっぱり隣がいると、全体的にこう、すごくエネルギーが、今回まあバレラがねま、また外れたので、それが残念なんですけど、あの、隣を中心とするそのセカンドに対するスピード感とか強度とか、その辺も維持しながらボールを持つ。だ結構こう、主導権を握って、 あとはどうやって点取るかみたいな流れになってくると、あの、スパレッティのやりたいサッカーみたいなのはすごく出せるんじゃないかなと思ってます。なるほどね。うん。そうですね。交代選手も含めて面白そうなメンバーが揃ったかなという感じですね。うん、そうっすよね。だからウドジェとかも見たいし、うん、本当に、僕もこう手元に3号人のスタメンとその括弧で交代する選手を入れてるんですけど、<laughs> やっぱバランスめちゃくちゃいいから、 今ユーロあったら間違いなく優勝できると思うし。テ <laughs> スト4ってつと思ってます。はい。えーうん、冒頭でも紹介しましたけども、えーうん、この試合、ベルギー戦が、えー、スパレッティ監督になってから16試合目ということで、うん、実はその過去その15試合に全て出てるのがフラッテージなんですよね。なるほど。途中交代、途中出場っていうのも含まれてるんですけども、全試合に出場してるのがフラッテージと。 で、最多得点、なん全六、ね、フラッテージが6ゴールかな。なるほど。かなりその、スパレッティ監督のキーマンは、今のところフラッテージになってるのかなっていうのが代表ですね。なかなか、とインテルですとね。結果を見るとそうですよね。結果を見るとフラッテージがキーマンなんですよね。そうなんですよねこ。これ伊藤さん、ちなみに例えばバレエが戻ってきて、隣で、うん、中盤の構成って、何が、どれがいいと思いますか これ参っちゃいますよね。<laughs> でもやっぱりそのフラッテージの勝負強さ考えると、うん、まコンディションを見て途中出場でもいいし先発でもいいかなっていう風なカードですよね。あうんまあ、よくあるじゃないですか。先発じゃなきゃダメな選手。流れが変えられるタイプではない選手みたいのがいる中では、フラッテージは本当にカードとしては、短い時間でも結果が出せる選手なんで、非常に、はい。 いい,選いい選手とか、いいカードですよね。監督からしたらね。でねあで今回行われるのが、ローマ、ウディネということで、はい、スパレッティ監督がね、両チームとも率いていた街のクラブなんですよね。まあ、逆ですけどね、ウディネからローマに、えー、来たんですけども、今回はローマからウディネに向かうというようなことで、まあ、スパレッティ監督にとってもまあ外戦になるというような試合になりそうです。うんうん、ホーム2試合っていうのがいいですね。 本当ですね、うんえー。ということで、今回23人でどんな戦いをしてくれるのかというのが注目です。ですね、はい、えー、細井さん、お便り行きましょうか。はい、そうですね。お便りね、僕もね、フォームから見てますよ、全部。お<う>フォームから見てますよ。うん、今日、手元にあるのは一通って言われてるんですけどね、イスタンブール君、はい、17歳、学生。うん、この前。 東京国際大学船に僕が行くときに電車に乗ってたらですね、うん、目の前に座った子がなんかドギマギしてる子がいたんですけど、うん、その子、<laughs> その子だからお便りが来てました。なるほど。へえすごい。目の前に座ったんですね、たまたま。何かもう、何か落ち着かない子だったんで、うん、トイレに行きたいのが何かかなとは思いましたけど <laughs>。はいはいはい。おさんに対してドギマギした。<laughs> あとはそうですね、バルテビルサ本人さんからは、 細井さんがよく言って、フリンキーレイオン区11人の時代が来るっていうような話をされてましたけども、この前のナポリ対コモの時にさ、うん、ナポリが3-1で勝ったんですけども、うん、コモ、セスクも同じようなこと言ってましたよね。ロボッツカが素晴らしい選手で、ロボッツカがきっと11人いても、うん 勝てるだろうみたいなことを言ってましたけどね。なる,どなるほど。ロボッツカ今やばいっすね、本当今すごいっすよね。あ,あのー、それ、それを言いたくなる気持ちはめっちゃわかるけど、ロボッツカ10人だとさすがに性が低すぎるんで、勝てないっす。<laughs> <laughs> それセスクに言ってください、セスクに。<laughs> はい、はい、言っておきます。えー、いくつか他にもお便りいただいてるんで、機会がある時に読みたいんですけども、今日、はい、ディレクターの山本が取り上げてくれたのが、アズッチョさん。 うん。細井さん、伊藤さん、こんにちは。いつも二人の楽しそうに話す姿を、私も画面越しにニヤニヤ拝見させていただいてます。今回初めてメッセージを送るのですが、多くの視聴者の方のメッセージに、ユーマーを交えながら真剣にお答え、お答え、答えていらっしゃる二人を見て、私も自分の疑問をぶつけてみた、見たいと考えたからです。はい。その疑問とは、誇りとは何かというこのです。<laughs> これ <laughs> うん。なるほど。私が好きなジョジョナラブの中で、えー スティールボールなんですね、ならばね <laughs>、えー。人の気高さについて触れている一幕があり、その場面を読んでいるときに、私も気高い誇りを持って、気高い誇りを持って生きていきたいと思ったのです。思ったのですが、何に誇りを持って、持ってていいのか、そもそも誇りって何だと思えないでしまいました。お素晴らしい。サッカーでもクラブへの誇りを持ってサポーターの方を応援されていると思うのですが、 その誇りはどこから来ているのかジェフユナイテッドチーバー・南葛 SC をより近くで関わっているお二人はクラブのどういった点に誇りを持っていらっしゃるのか気になりました。えー、私はこの番組のドリーマーという言葉に感銘を受け、大学を出て今年の4月からお笑い芸人を目指して上京をしてきました。いつか必ず連れてサッカーに関わる仕事をしたい。そしていつかお二人のサッカー お二人とサッカーの仕事をすることが大きな目標です。これからもお体に気をつけて末長くこのマグを続けていってくださいということです。そうです誇りとは何ですかいや、思うね。<laughs> 大げさですね。だいぶみんな。大げさ路線が流行ってますね、うん、今ね。<laughs> <laughs> 誇りとは何ですか何ですか僕はめちゃくちゃこれかっこいいこと言いきなりますけど、うん、あの、誇りとか、その、自分の、自分のことを 何、うん、て言うんだろう個人、プライドとか、なんて言うんだろうな自分のことを指す表現違うな。うーん。ちょっとわかんないです。時間ください。何すか誇りって。誇りって何すかちょっと一てこない。<laughs> そうですよね。ちょっとまあ難しいですよ。なんか言葉にする。はい、うん。噛み砕くっていうのは難しいですけどね。うん。誇りか。誇りか <laughs> えありますそんなもの。そんなもの伊 <laughs> <laughs> 藤さんありますうん。まあ、どうでしょうね。誇りというほど大げさな話ではないですけども。うん。クラブの持つ、 意味とか意義みたいのは守りたいっていうふうに思いますけどね。よくまあ、J リーグの理念で言えば、地域密着っていうことですよね。ということであれば、その地域にサッカークラブ、スポーツクラブがあることによって、良かったと思えるようなことですよね。だからまあ、うん、子供たちが元気で外に遊ぶとか。うん ボールは友達だと思って、えー、ボールを大切にしたり、スポーツをする、したりとか、それによって友情が芽生えたり、うん、悔しさを学んだり、成長ができたりというところを大切にできるものかなと、今、南括市では思ってたりしますけどね。はいはい。自分自身、個人のとしての誇りと言われたら何ですかそれがね、僕はね、うん、僕は誇りとプライドが、プライドがないって言った変ですけども、うんと、誇りがない、誇りがないって言ったら変ですけど。 なん <laughs> でしょうねあのー、うん、自分自身の誇りって、自分では気づかないのかなと思って、それも違うから、誇りってなんでしょうね <laughs> <laughs> いや、あのね、まあ、誇りってつまり誇れるものだから、自分がね。うん。んで、まあ、イコール、まあ、プライド、その、自信を持てるものじゃないですか。 で、自信を持てるものってやっぱ好きなものだから、うん、自分が好きと思うこと、それ、それそのものが誇りですよね。多分。なるほど。うん。で、これ、あのー、だから、この間ほら、先週のね、すごく、すごくみんなに考えさせられる、あ,あの、お便りあったじゃないですか。はい、ま、全部そうなんですけど、いつも。<laughs> あのー、その話でもあったけど、やっぱみ、人間ってその生きていく中で、まあ、自分自身もすごく感じるんですけど、自信を持つことの難しさってやっぱすごくあって、 で、これ、サッカーサッカーもそうなんですよね。あの、技術とか、うまさイコール自信だと思うから、あの、これよくサッ選手たちとも話したりするんですけど、サッカーがうまいって一体どういうことなのかっていうのは、イコール自信だよねってやっぱなるんですよ。うん。あの、ピッチの上で、技術が足りなくても、めちゃくちゃ俺全然奪われる気しませんけどっていう風な自信まんまやつには飛び込めないんですよ、やっぱ。そこが、あの、それを表現できるか、自信を持って表現できるかっていうこと、 とが、あの、すごく、あの、技術、うま、技術的なうまさにもつながるし、サッカー選手としての評価にもつながるから、やっぱその好きなものに対して、それを、うん、他の人にどんなこと言われようが、どんな見方をされようが、自信を持ってそれが好きだと言える気持ち、その、それ自体が、やっぱ、その個人としての誇りだと思うんで、この人が、なんかうまいこと、このドリーマーっていう言葉に感銘を受けって言ってくれてるけど、 おそらくめちゃくちゃ好きだからそのお笑い芸人を目指すんでしょう。僕らのせいじゃなく、あの、自分が好きだという、ね、自信があるから、えー、お笑い芸人を目指すんでしょうから、その誇りを大切にして、あの、決して俺たちのせいにすることなく、<laughs> あの成、成功と失敗の、その、なんていうの、ピッチに立った時に、自信満々で、それが成功するか失敗するかどうかの、あの、過激の面白さを、 楽しんでほしい。なるほど。うん。自信ですね。はい。その自信を持つためにはたくさんやっぱ練習をしなければ自信を持てないってことですよね。はい。で、結局それってやっぱりモチベーションとしてやっぱ好きっていう気持ちにしかないと思うんで、僕がやっぱ子供の頃にからサッカーずっとやってたけど全然うまくならなかったなって好きっていう気持ちがやっぱ中途半端だったと思うんですよね。 なるほど。うん。結局、あの、J リーガーとかね、そのプロ選手にいっぱいこう仕事の中で触れて、いろんな選手の話聞いてても、結局好きな人が強いっていう。めちゃくちゃそ、ね、好きな人が上手いし、うん。それってイコール自信だし、イコール上手さだし、イコール選手としての評価だと思うんで、なんかそこかなめっちゃいいこと言ってる気がしますけど、どうですか好きはパワーですね。うん。間違いない。<laughs> 先週の放送でもね、はい。いろんなコメントがついてましたけども、うん、サッカーじゃない話もするのも含めてカルチャーということで <laughs>。そうですね。まあ、なんか、いいんじゃないですか、その方が。まあ、あの、テレビと違うんで、飛ばせるんで、うん、興味ないところは飛ばしてもらってね。そう。っていうのと、やっぱ、サッカーは、 イコール、なんでも、イコールなんで、結局何の別、全く別の話していれば、それ全部サッカーに置き換えれるから、<laughs> <laughs> だからそういうふうに思って聞いてほしいです。そうですね。うん、関係ない話も。サウナの話だって、どうですかサウナの話だって。サッカーにつながるとこあるんじゃないですかわかんないっす。まあみんなで考えてほしいですね、それは。<laughs> <laughs> はい、ということで今日ね、10日に収録してまして、えーはい、その数時間後に、 うん、編集して山もが出すってことなんで、取って出しなんで。はい。あんまね、変な演出とか、テ、うん、ロップとか増えると、編集が間に合わない可能性があるで。<laughs> 確かに。今日はこの辺にしたいなというふうに思います。はい。ええということで引き続き、カールチャン2020よろしくお願いいたします。ま,すまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。